ドコモスマートシリーズ N-07B は NEC カシオモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第3世代携帯電話端末である。ドコモスマートシリーズの端末。2008年発売の N705i や2009年発売の N-04A に続きデザイン家電のブランドアマダナとのコラボレーションモデルで本機種が第3弾となる。 閉じるとカーソルキーや点キーが隠れるフルスライドデザインを採用し N-04A のユーザーの要望に応え閉じたままのメールアイモードフルブラウザの操作や音声通話の発信着信応答ができるように改善されたまた側面から見るとこう描くようにスライドするアークスライドデザインとなっているので耳から口までのフェイスラインにぴったりフィットして通話しやすく 画面も見やすい形状となっている。液晶面は薄くてもたわみが少なく、圧迫や衝撃に強い高強度強化ガラスを採用している。また、N-04A と比較して、スライド量を 56mm から 60mm に拡大したほか、ボタンも面積が約26%アップし、押しやすいフォルムに改良された。背面は、 万年筆のようなシグネチャを配し、高級感がありながらもシンプルなデザインとなっている。4色のカラーバリエーションのうち、アマダナブラウンは試供品として、本革製のレザーケースとマイクロ SD カードリーダー、ライターを同梱。さらにレザー調のスペシャルリアカバー01を標準添付。小箱は専用のオリジナルパッケージで、 本機種を収める専用トレイとして利用したり、小物入れとしても使えるように工夫がされている。内蔵コンテンツには、対イグラフィックスによるグラフィックがプリセットされている。またデスクトップには、アマダナがセレクトした音楽や、着せ替えツール等のコンテンツや、情報やサービスが満載の専用モバイルサイト、アマダナチャンネルにアクセスできる。 ショートカットが用意されており、本機種の購入特典として、オリジナルの着歌フル着信音が無償ダウンロードできる。連続待ち受け760時間の長時間バッテリーを採用するとともに、電池残量に応じて自動で省電力設定を調整することで、実使用時間を伸ばすことができるエコモードを搭載する。閉じたままでワンセグやカメラなどを起動できるほか、 メールの閲覧や、i モードブラウザや、フルブラウザ使用時のスクロールなどにも使用することができる、タッチセンサーに加え、閉じた状態で、クイックメニュー表示中に携帯を振るだけで、ワンセグ視聴やカメラ起動、音楽再生、ボイスレコーダーなど、あらかじめ登録してあるアプリケーションを一発、起動できる、モーションアクセスを搭載する。有効画素数510万画素のメインカメラは、 最短約0.8秒の瞬速起動とクイックショット機能により素早くカメラが起動しわずか1.5秒の撮影間隔で撮影や保存が素早く行えるまたフォーカスエリアの枠内で動く被写体に対してカメラとの距離を検知してピントを合わせ続けるコンティニュアスオートフォーカス夜景や薄暗い室内でも被写体ブレを抑えて明るく 撮影できる ISO12800 高感度撮影、トイカメラ風のフレームでアート風に加工された撮影が可能なアートフォトモードを搭載する。人物、風景、夜景、夕景、料理といった様々な撮影シーンを自動で判別してピクトマジック4で最適な画質に調整するオート撮影モードは従来の9種類から花火と イルミネーションの2種類が追加され、11種類に増えた。その他、水平に240度移動させるだけで、縦撮影時最大3792-480ドット、横撮影時最大2928-480ドットのパノラマ撮影が可能である。撮影した写真をメールに添付し、 事前に登録しておいた掲載先のブログや SNS にアップロードできる簡単ブログアップ機能をクブがサイズで撮影した 120fps のハイスピードで撮影した動画を 15fps のスローモーションで再生できるスピードムービー撮影保存した写真や動画をまとめてシームレスに閲覧できるメディアスビュー撮影後にアイアプリ フォト文字クリエイターを起動して写真の加工がすぐにできる i ア,アプリ連携を搭載しているメール機能としてソフトキー右上短押しで返信、長押しで引用返信と返信派引用返信派どちらにも使い勝手の良い簡単引用返信、書きかけのメールをデスクトップアイコンとして貼り付けられ 保存したメールが忘れることがなく、すぐに作成中のメール画面を開いて編集が続けられる。書きかけメール保存、誕生日や記念日など、事前に日時を設定しておくだけで指定した日時にメール送信ができる。メール送信予約、送られてきた、デコメ文字を一括して全部あるいは保存した、絵文字だけを選択して保存できる、デコメ文字選択。 全保存、県外で送信できなかったメールを県内に復帰すると、自動で再送信する、県内自動送信、あらかじめ登録しておいた相手のメールアドレスの、送受信メールをまとめて一括表示する、送受信ボックスを新たに搭載している。また、文字フォントは、丸文字や、明朝からだ、手書き風など7種類から選べ、メール入力中に表示される。 デコメ絵文字や絵文字などの履歴数が1行から3行に拡大された。さらに、内蔵絵文字は1500種類に増えた。その他、ロックセキュリティ機能は、メールアイモードアイアプリ、便利ツール。その他、電話機能、プロフィールを一括ロックする。個人情報一括ロック。メールアイモードアイアプリ、便利ツール。その他、電話機能、プロフィール、発信、メール送信、着信。 メール受信表示の中から、好みの範囲でロックをかけられる、カスタマイズロック、着信以外の操作を無効にする、ダイヤルロックと様々な利用シーンに合わせて3つのロック機能を備えている。喋るみたいを、インカメラがないため、相手の顔を見ながら、自画像を送信することはできない。以下のアイアプリが、購入時に端末に、プリインストールされている。上記のアプリのほか。 ドコモマーケットなどから様々なアプリケーションをダウンロードし利用することが可能となる。2010年8月9日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。ありがとうございます。